はい、どうも山浦です。今日なんですけども、エンジニアのキャリア戦略を語ろうっていうことでね、シリーズものの新しい講義をねスタートしていきます。エンジニアのねキャリアをいかにハックするのかっていうことをねお伝えしていく講座になります。エンジニアにね、まあ、どうやってなったかみたいなね、そういったね記事とかはねたくさんあるんですけど、エンジニアのなり方から、またエンジニアのキャリアアップの方法まで体系的にねまとめたものってね実は全然ないんですよね。でもね、未経験のエンジニアのね駆け出しエンジニアの悩みっていうのは尽きないわけですよ。まあ、未経験からエンジニアになりたいけど、まあ、どうすればいいんだろうなとか、まあ、そもそもね何から学習したらいいんだろうな、面接があるけど面接どうやって突破したらいいんだろうな、キャリアアップしたいけどエンジニアとしてキャリアアップしたいけどどうすればいいんだろうなみたいな、まあ、悩みはね尽きないわけです。そういったね、悩みに少しでも力になりたくてね、今回はシリーズものというね、まあ、講座の形で、伝えていければなと思っています。僕自身ね、まあ、エンジニアで、ね、未経験から始まって、その後いろいろと開発を経験した後、エンジニアのマネージャーになって、採用業務であって、それこそ新卒採用もだし、中途採用、インターン、もしくは業務委託の採用とかね。で、育成であったりとか、評価とかね、をやってきました。その上でね、最近だとフリーランスになって、独立して、まあフリーランスになってやってきました。まあそういう形でね、まあ割と幅広めにエンジニアのキャリアについて経験してきたので、まあその実体験も踏まえながらね、どうしていくのがいいのかっていうね、その戦略についてね、考えてね、お伝えしていきたいと思っております。でね、もし皆さん、今こういうことエンジニアキャリア悩んでいますみたいなね、悩みがあったらぜひコメントください。それも踏まえながらね、講座を作っていこうと思います。で、全体の構成としては、この、まず、IT エンジニアになる編と、あとなった後に、そのキャリアを伸ばしていく編の2つで考えています。まずはね、IT エンジニアになる編からね、ちょっと見ていきますね。ここでは、まあ、いかにしてその IT エンジニアになるかっていう、その一番最初のね、高いハードルをいかにクリアするかっていう戦略をお伝えしていきます。で、まずはね、業界や職種をね、選びましょう。これをね、ちゃんと決めておかないと、まあ、自分がどこ目指しておきたいか決めないと、まあ、キャリアのスタートもね、しようがないのでね、まずはここをちゃんと知ってから決めていきましょうと。でね、業界でね、まず SIR なのか Web 系なのか、それぞれの特徴どうなってて、自分はどこに住みたいのか。で、職種もね、ちなみにこの講座自体は結構、最初に結論言っちゃうと、ウェブ系のエンジニアになるってことをね、最終結論的には結構メインにして、話進めていくことになるので、職種とかもね、結構ウェブ系のエンジニアに割と特化して書いちゃってます。で、まあ、フロントエンドなのか、バックエンドなのか、インフラなのか、それともはたまたみたいな感じでね、職種もどういうものがあって、どういう特徴があって、どこを選びたいのかっていう話をね、まず最初に決めていきます。で、まあ、業界や職種を決めたら次は学習方法ですね。まあ、迷わずに最短でウェブエンジニアになるための学習の方法っていうのをね、伝授します。まずは学習ロードマップですよね。どういうふうに学習していったらいいのか。その上でね、プログラミング言語はね、何を選んだらいいのか、おすすめのプログラミング言語。またね、プログラミングスクールに通った方がいいのか、それとも独学で学んでいった方がいいのかというところもね、ここでやっていきます。で、まあ、実際にある程度学んだらね、続いてね、就職活動ですね、転職、就職活動というのをしていきます。でね、やっぱ未経験ならではのね、ポイントっていうのがあるので、そのね、要所でちゃんとね、押さえていければなと思ってます。まあ、未経験かの、その、求人の探し方。でね、できればね、IT 系の企業の中でもね、モダンな IT 企業行った方がね、技術力つきやすいので、じゃあ、モダンな IT 企業ってのはどうやって見極めるのか。またね、結構こういった就活してるとね、まあ、人材紹介会社っていうのが出てきてね、まあ、企業を紹介してくれるんですけどね、その人材紹介会社はね、ちょっと注意点もあったりする、闇の部分があったりする、その闇の部分にもね、触れておこうと思います。で、あと、ま、重要なのが面接の対策ですね。やっぱしね、いかにして面接突破するのかっていうのがね、すごく重要なので、ここもね、ちゃんとやっていきます。ポートフォリオを作られると思うんですけど、ポートフォリオ作った方がいいんですけど、ポートフォリオのその作成する際のポイント、またね、面接でよく聞かれる質問っていうのがやっぱしあって、よく聞かれる質問と、その対策をね、やっていきます。はい。で、まあ、IT エンジニアになる編が終わったら、次はね、まあ、後編は、キャリアを伸ばす編ですね。キャリアを伸ばす編では、まず、このキャリアパスっていうところからね、やっていきます。まあ、エンジニアね、どういうふうなキャリアパス、選択肢があるのかと。で、それぞれ選ぶとどういう特徴があるのか。
またね、キャリアパスの中でもね、マネジメントっていうのは結構一つ大きなね、方向転換というか、まあ選択肢として出てくるのはね、そのマネジメントの話。またね、フリーランスであったりとか起業するっていうところのお話もね、このキャリアパスの中でやっていきます。はい。で、あと加えてね、キャリアアップの話ですね。給与をどうやって上げるのか。またね、社会的な認知度、知名度をね、どうやって上げていくか。また個人プロジェクトってどういう位置づけでやっていくのかとかいう話もね、ここでしていきたいなと思ってます。はい。まあ、という形で、IT エンジニアになる編と、そのキャリアを伸ばす編っていうところで分けながらね、IT エンジニアのね、そのキャリアをいかにハックするのかっていうね、新しい講座をスタートさせていきます。で、具体的なね、今日挙げたようなこの一つ一つの内容っていうのは、来週以降の動画で挙げますね。で、このチャンネルでは、毎週金曜日と土曜日の19時からね、プログラミングの話であったりとか、こういったエンジニアのキャリアの話をね、テーマに19時にね、毎週、そのアップしておりますので、ぜひね、そこでね、この続きご覧ください。で、また今回の動画ね、面白かったなとか思っていただいた方は、ぜひ高評価ボタンとね、押してください。またね、そのキャリアにその悩みがあるってことは、ぜひ、コメントください。で、そしたらそのコメントいただいたら、その内容も参考にしながらね、講座を新しくね、もう一回作り直しながらね、やっていきますのでね、ぜひお願いします。はい、というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。